それではですね、第2回目の私の講義をこれから始めさせてもらいます。私はですね、前回もお話した通り、魚、小型魚類を使ってですね、脊椎動物の発生、それから形作り、等をですね、研究しています。で、すでにイントロのところで紹介してまとめていただいたように、前回は、節作り、ゼブラフィッシュを使ってですね、この魚ですけれども、ゼブラダニオ、ゼブラフィッシュを使って、節作りの、メカニズムということをですね、紹介しました。ちょっと難しかったかなとちょっと反省してますけれども、今日はですね、もう一つ私たちの実験室で、使っている、メダカ、こちらの方がきっと皆さん馴染みがあると思いますけど、このメダカを使ってですね、最近研究したですね、成果を皆さんに、なるべく分かりやすくですね、解説したいと思います。で、タイトルはですね、多様な形を創出する発生のモジュール性と、モジュール性というのは、キーワードですけれども、その辺を概念的に分かっていただける、あまり実は言葉としては出てきませんけれども、概念的に分かってもらえれば、と思っております。で、分節はですね、きっちりとしたですね、正確な形を切り刻むということが必要で、時計のようなですね、ロバストな、メカニズムを生物は、取っています。で、今日はですね、今度は逆にいろんな動物がですね、別々な形を作るということに関する、話題です。ですから少し、視点は違います。で、今日のがおそらくちょっと緩い話になるかもしれませんね。で、メダカとゼブラフィッシュ、これ両方ともですね、小型魚類の実験系としてですね、我々よく使っています。発生学の分野ですはですね、この前も話したように、哺乳類、鶏よく使います。卵っていうのは電話一本でですね、種卵が宅急便で届けられます。君たちもきっと買います。それをですね、37とか8とか、また、抱いていればですね、2週間後には帰ってくれるという、そういう実験材料としてはよく使えるものです。それからカエル、これはもうシュペーマン以来のですね、伝統的なカエルイモリはですね、実験材料です。昔はその辺の沼、コマモもきっとたくさん今もいると思いますけれども、その辺で取ってこれるという材料、それから私がずっと使っている小型魚類という実験系、これが大体発生学でよく使われているんですけれども、この20年ぐらいを見ますとですね、小型魚類を使う研究者が圧倒的に増えていると。で、論文数なんかもですね、マウスはもちろん多いんですけども、カエルを抜いてですね、小型魚類の方がですね、論文数が多いような気がしますね。そういった小型魚類の中で実は2つあります。で、ここにもメリットとかいろんな特徴が書いてあります。これはもう前回説明しました。今日は2番目のですね、小型魚類が登場するので、メダカの話をしましょう。メダカのことをちょっと詳しく説明しましょうということで、最初イントロとしてはメダカの実験系と、それからメダカのゲノムの話を少しした後で、今日の本題の形作りの話に行きたいと思います。で、これがメダカの胚の中で、卵の中で発生する胚です。だいたいこれ、2日から3日目にかけてぐらいの肺ですけれども、で、こちらはゼブラフィッシュの肺です。これは散々、前回よくお見せしました。で、今日はこちらの方の話題です。メダカの方の話題です。で、メダカを用いて形作りのメカニズムを探ると、うちの研究室でだいたい1対2ぐらいでメダカの方が多いです。今はですね。で、メダカはですね、君たちはもうあまり見たことないかもしれないですけども、僕の子供の頃っていうのはですね、田んぼにゲアも必ずいて、あまりに普通でですね、子供の頃はですね、捕獲する対象にはなってませんでした。あれ取っても何の自慢もならないですからね。むしろアメリカザリガニとかいろんなものの方がずっと興味ありましたけれども、だけど今はですね、実はどっかで天然のメダカがいたっていうだけで大騒ぎになるというですね、時代に残念ながらなってしまいましたけども、十数年前に、環境庁、今環境省ですけども、レッドデータブックのですね、絶滅危惧種に、まだ絶滅してませんけど、危惧種に指定されている、なってしまいましたというぐらい少なくなりましたけども、実はメダカというのは、昔からですね、日本人に非常に馴染みのある魚で、要するに、
水田の中には必ずいるということで、日本の風景は水田ですから、でこういったですね江戸時代ではですね、いろんな錦絵とか、まあにですねこういうふうに描かれているという感じですよね。よくで取ってどうするかって言ったら、家の中で飼っていると。昔江戸時代の頃はですね、魚を家で飼うという、趣味はですね結構みんな持っているようで、すでにですねいろんなですね観察していろんなですね変異体がですね、報告されていると。でもちろん金魚もポピュラーでしたけれども、これ例えば、江戸時代のですね図鑑です。この中にですね実は、これが、普通のメダカです。野生型の黒っぽいんですけど、赤メダカ、今ヒメダカって言ってますよね。それからヒメダカっていうのは一つの、黒いものを作るですね遺伝子が壊れてるやつですね、天然では食べられてしまいますけれども生き残ってます、家庭の中で。さらにこれに今度は赤を黄色を作るですね色素の突然変異が加わると白メダカになるんですね。だからすでにですねこういったですね我々で言えば突然変異体がですねすでに江戸時代の図鑑にも記載されているぐらい我々としてはね馴染みのある、しかも科学のヒストリーも長い、日本で長いという実験動物です。で、本当に意味でサイエンティフィックな研究というのはこの1920年ぐらいからですね論文で出てきています。ですから非常に古いです。ゼブラフィッシュがですね研究室の中に導入されたのが1960年代ぐらいですから、実はそれより古くですね、性決定の、実験材料として実は使われていました。例えば、実は運よくですねそのオスを決定するところに、黄色のですね、遺伝子、黄色を作る色を作る遺伝子が非常に近いところにあってリンクしてたんですね。でだからその色とそれから、その何だ性ということで最初興味を持って、それから人工的に性転換が行われるという実験が、これでも脊椎動物は初めてです。ホルモンかけると、オスからメスになるね。これもですからかなり有名な仕事です。それから、実はこれ後からちょっと出てきますけど、完全な実験動物化っていうのは、どの個体をとってもですね中の、DNA の配列は同じっていう状態にするっていうのが理想的です。それはどうするかというとですね、まずランダムに、親ですね、お父さんとお母さんを取ってきて、掛け合わせます。そうすると当然卵が出てきますね。でその子供はオスメスが出てきます。でその子供同士を掛け合わせる、シスターブラザーメイティングっていうんですけど、それをですね理論的には20代弱ぐらいになると生きているよね。だいたいそのいろんなですね知識の遺伝子が入っているので途中で途絶えます。でもたくさんの中からスタートすると運よくですねその20代過ぎても生きているという系統が出てきますので、それを調べるとですねどの個体も全て同じ遺伝情報を持っているという、それをね均衡系というんですね。でこれが、実は1970年代に樹立されている。これは実は後のゲノム解析にものすごく大事なんですけれども、樹立されているということ。それから、この、ゲノムプロジェクトがスタート、これもちょっと後で私は説明しますけれども、で、そうこうしているうちにヒメダカの原因遺伝子が、見つかった。どの遺伝子が壊れるとヒメダカになるか。で、非常にですね大事なというかサイエンティックには有名な仕事が2002年になされて、それは、オスを決める遺伝子が、つまり性決定の仕事って非常に長いと言いましたけれども、2002年にですねそれが実を結んで、つまり、1910年からですね20年ぐらいから始まった研究が80年後にですね本当の意味で実を結んで、2002年に、オスを決める遺伝子が見つかったと。で実はこれは脊椎動物で2番目、哺乳類はこの、10年ぐらい前に決まってるんですけども、実は全然違う遺伝子だったっていうんで、実は話題になった遺伝子で、脊椎動物で2番目に性決定遺伝子が決まりましたということね。それから、いろんな突然変異体のスクリーニングなんかがですね並行して始まっているというようなヒストリーです。じゃあ、ゼブラフィッシュがですね1960年代で導入されてから一気に世界に広がって、実はメダカってのはややビハインドだったんですね。だけど、最近10年ぐらいにですね僕も含めてですけども、メダカを見直してます。でそれなぜメダカなのかというとですね、これはゼブラフィッシュとの違いに関して言いますと、
まずですね、ゼブラフィッシュとメダカって、実は結構ですね、進化的に離れた生き物なんですね。これ後で説明します。魚ってですね、ものすごく古い脊椎動物で、その集団の中っていうのは非常にバラエティーがあるんです。それの、対極ぐらいにいるような形の、2つの種はそういう関係です。そうするとですね、実は遺伝子の使い方や、遺伝子のレパートリーなんかですね、微妙に違っている。そうすると突然変異体なんかですね、同じ遺伝子壊れても違った表現系を示して、表現系というのは遺伝子が壊れた時に出てくる異常ですけれども、そういった異常の出方が違う、まあ、それはいろんなコンテキストで違ってくるという意味で、実は生物を調べる時というのは多様性というのが常に頭にありますので、一つの動物だけで調べるとですね、実は側面しか見えないという面がある。だからそういう意味でメダカとゼブラというのは結構双方的であるというふうに言われて使われ始めました。でもう一つ、先ほど均衡系という話もありましたけれども、まあ、ゲノム科学と遺伝学というのは実は簡単である。ゼブラフィッシュに比べると非常にシンプルであるということが、分かってきたんです。でこれも、これから簡単に説明します。まず、この進化的に、結構離れているというのはどういう系統関係にあるか、甲骨魚類の中でですね、いわゆるサイエンスの対象となっている、まあ、最近はちょっと広がってますけど、ちょっと前までサイエンスの対象となっているですね、甲骨魚類というと、実はゼブラフィッシュが、特に最初近年に使われてたんですけども、それとそれから、フグ、それからメダカなんですね。でまず、このゲノムサイズちょっと見てください。ゲノムサイズっていうのは、我々の中の DNA の量です。で人っていうのはですね、これが3000メガベース、ハプロイドあたり3000メガベースってあるんですけれども、ゼブラフィッシュって1700、これ結構多いですよね。結構体制が簡単だと言われている割にはゲノムが多いんです。だけどメダカ見てください。800メガベース、相当少ないんですね。それから、フグ400しかない、人の10分の1ぐらいしかない。でも遺伝子に乗ってる数っていうのは大体2から3万ぐらいと同じなんですけどね。だから要するにいろんなところでジャンクって言われてる、まあ、最近はジャンクと言っちゃいけないのかもしれないけど、遺伝子間のいろんな配列がですね、どん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 進化をするに従って、それを削ぎ落としてゲノムがですね、簡単になってるんです。一番古いのがですね、ゼブラフィッシュと言われてて、そこからすごく経ってから、メダカ、フグの仲間が分岐して、でまずメダカが現れて、で実はフグって最もですね、魚の中では最も最近現れたですね、動物の一つです。でだんだんとですね、現れる時が最近になるに従って、どん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 ですね、ゲノムサイズが小さくなっている。で我々はですね、この辺ゲノムをやる時にはこの辺の魚を使うんですけども、フグはですね使いにくい。このでかいでしょ、まあ、ちっちゃいのもいるんですけどね。で材料はいくらでも手に入りますよ。西日本の生けすに行って買ってくればいいわけですからね。だけど、例えば、メイとして、それからたくさん卵を常に取って、で世代を回すっていうのはですね、フグはですね、いわゆる生けすがいるわけです。で何年かかるんです、ね、そもそもですね、フグっていうのはですね、たくさんで飼うと喧嘩して傷つけ合うので歯を切ってるぐらいですから、たくさん飼えない。だからこんなところで、何千個というのを飼えるのはですね、やっぱりゼブラフィッシュとか、メダカなんです。だからちょうどですね、ゲノムサイズはまあ最低ではないけどかなりシンプルになっていて、実験に使えてということでですね、メダカが、そういう意味ではゲノムサイエンスということでは、重宝され始めているということですね。さらにですね、メダカはですね、非常にきれいな系統が存在すると。でメダカは、東南アジアに、生息するですね、種で、メダカ族はですね、それで、日本にはですね、大きく2つの集団があります、2つの集団があります。で、北日本集団とそれから南日本集団、これ、交配が可能なので我々は、まあ、同じ種類だと、思っていますけれども、きっちりですね、生育期がこのように分かれています。で一見同じなんですね、だけど顔つきなんか若干違ったりするんですけども、まあ、この2つの集団が日本にいて、この2つがですね、結構遺伝的に離れているということで、実はですね、いろんな遺伝子の変化と表現系の変化、系統変化を調べるには実は都合が良かったんです。で最近ですね、こんな論文も出てます。これ英語で申し訳ありませんけれども、この北日本とですね、南日本のメダカは別種であると、
別な種であるというですね、まあ論文がこれいつ出たかな、2009年、ちょっとこれ年超えて、あ、2011年、2年前ですね。ちょっと僕はびっくりしたんですね。これはですね、考え方の違いだと思います。分類やってる人はですね、種を細かく分けたがる、でこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、で我々はですね、まあ、掛け合わせができれば同種でいいだろうと、しかも、まあね、形もよく似てるしという感覚で同じメダカだったんですけど、どうも、分類学の世界ではこれは別種であると、なんか形が少し違うし生息域がしっかり分かれているという意味で実は別種として最近は記載されているようですが、俺はこれからの、話は全部メダカって一つで言っておきます。で先ほど言った通り2つの集団があると、2つの集団が存在すると、いうことで、それぞれですね、さっき言った均衡系というきれいな系統が作られています。でこの均衡系を調べて分かったんですけれども、実はですね、北と南ってものすごくですね、遺伝子の DNA の配列、塩基配列のですね、違いが存在する。ですね、SNPs ってここに書いてあるかな、どこに書いてないか。実はこう 3.4% もですね、違うと。だから100塩基をまあシーケンスする、ね、配列を決定すると、北と南で3から4個のですね、ATGC のが変わっちゃうということがあって、これって実はすごく驚くべきことで、人のですね、同種内ってどのぐらい違うか知ってます？誰か知ってる？例えば、日本人とそれから、アメリカ人とか、ね、アフリカ人と我々どのぐらい違うと思いますか？このレベルでいうと、まあ、答えを言っちゃうと 0.1% も違わない。だから 1000塩基読んで1個2個違うぐらいあればまあいい方だ。まあ、その場合実は似てるんですけど、これ人とチンパンジーが 2% ぐらい違うっていうんだけどね、これってやっぱり確かに別種ぐらい違うんです。でこれだけ違うんだけど遺伝子の機能ほとんど同じで、実は掛け合わせもできるっていうことで、だからこの違いといろんな形態の違いを非常に調べやすい実験系であるということで、ゲノムサイエンスとしてさらに重宝されていて、しかも均衡系が存在するっていうのは嬉しかったわけですね。ゼブラフィッシュって均衡系存在しないんですよ、使えるようなね。なぜか分かんないけど、やっぱ均衡系作るにはですね、ものすごい努力が必要で、たくさんのペアからシスターブラザーメイティングして、本当に残ってるもの、しかもそれが元気じゃなきゃダメ。だいたい残っててもですね、ヘロヘロになってて卵もろくに産まないっていうような感じになっちゃいますので、まあ、だからやっぱり日本人のですね、昔の1970年代の努力は非常に今ありがたくてですね、まあ、当時そういうことは考えられなかったようなですね、そのゲノム科学の有利さがですね、実は今となってですね、発揮されているわけですね。まあ、まあサイエンスってそういうことです。やってる時って実は何に役に立つか分かんないようなことがですね、後からすごく大事になるっていうのは、まあその一つの例だと思います。まあ、こうやってですから均衡系が存在してきたおかげで、実はゲノムの配列決定がものすごく楽だった。つまりどの個体とってもみんな同じ配列ですからね。で私自身はですね、ゼブラフィッシュは1991年に始めたんですけれども、遺伝研に移った時にですね、2000年ですけれども、メダカを実験材料として使うということを決めまして、まあ、いろんないくつかの利点を考えて、でそれで、もう当時ですね、2000年というと人ゲノムが出ないの時期ですから、とにかく実験動物だったら絶対にゲノムは完全に読んでなきゃいけないということで、実は、この2000年からですね、計画始めて、2002年からメダカゲノムプロジェクトというのをですね、まあ、このコアとこの私のグループも含めて3つのですね、研究室でメダカゲノムプロジェクトをやりました。でもちろんさっき言った純系の一つ、北と南一つずつですね、読んでみましたということですね。でゲノムプロジェクトって、まあ、今結構ゲノムって簡単に読めると思ってますけれど、どんなふうに読んでるかって結構知らないですよね、きっとね。ゲノム解読ってどんなふうにやるのか、ゲノムっていうのは、要するに細胞の核の中にですね、まあ、こう入っている塩基を、まあ、読むわけで、すごい長い紐です、クロモゾ染色体ですから何個に分かれてますけどね、全部こう糸としてですね、こうつなげていくと、ね、実は2メーターぐらいになると言われてるね。それが、数ミクロンとか1、2ミクロンの核の中に収まると。もっと言うと、例えばそれを核を野球ボールぐらいの大きさまで大きくすると、
その人の染色体の長さというのはここから横浜ぐらいの長さになる。そのぐらいの紐をですね、あの中に入っているんですね。でこれどうやって、でこれは当然ながら AGCT っていうのはこう入ってるわけですよ。でこれをどう読むのかというと、とにかく、この DNA というのはまあ取ってこれるんですね、他のタンパク質を除いて。それを細切れにとにかく、して、さらにこういった配列決定の装置で端からしか読めないんです。端から少しずつ読んでいくと。でそのリードをですね、最初はこうなってるわけですよ。でそれをどんどん細かく切って、で、出てくるアウトプットはこれしかないんです。要するに、数十ベースから、400-500 ベースぐらいの塊しかない。これをコンピューターでつないでいく、まあ、こういうことをやって、似てるところつないでいく。でここでですね、その例えば個体間に、ね、差があったらつながらないんですよ、なかなか。まあ、ということでとにかくつなげていって、まあ、一つの塊として復元していくと、まあ、いうことをですね、まあ、やったプロジェクトです。で2007年にですね、こういった24本あるですね染色体をの、まあ、8割以上をですね、つなげることに成功してゲノムプロジェクトは、まあ、完成しました。でゼブラフィッシュはですね、あのさっき言った均衡系がないっていうこと、それからあのゲノムが複雑だっていうことでですね、実はゼブラフィッシュのゲノムが完成したというのは、去年です。まあですからあのやっぱりあのゲノムサイエンスはですね、あのメダカ圧倒的に、やっぱり進んでます。今でも進んでます、まあ、ということですね。で我々はですね、まあ、日本のグループでゲノムの解読に2007年に成功しています。まあメダカのゲノム解読ということで、まあ、記者発表も、させてもらいましたし、まあ、ゲノムを分かるとですね、まあ、いろんなあの脊椎の進化なんかもですね分かってきます。全てはあの DNA の中に刻まれていると、まあ、いうことはよく聞いたことあると思いますけど、で、まあ、これは概要です。これは、まあ、あの特にあの普通の、どのような、遺伝子が入っているというような話ですけれども、で例えば人の染色体の色分け、いろんな領域色分けしてますけど、それがメダカのどの領域に相当するかなんていうのもですね、こう分かってくるわけですね。で分かってきたことはですね、脊椎あの甲骨魚類の祖先で一回ですねゲノムが倍化してるんですね。だから魚の方が実は DNA の、 あの遺伝子の数としては偉いんですよね。あの魚遺伝子たくさん持ってるんです。でそれを倍化したのが再編されて、まあ、今の魚のあの染色体になってるんですけど、まあ、人とこ うまく対応するんですが、人の1本の染色体がだいたい2本か3本ぐらいにこちら対応するんです、まあ、そういうような、進化のですね、染色体の進化なんかもですね、実はこうゲノムを読んでみると分かってくると。でもまあ私の研究はですね、進化というよりは、突然変異体を使ったですね、あの遺伝学の、仕事をやってますので、まあ、ゲノム情報っていうのはやっぱりものすごく有利で、突然変異体の原因遺伝子をですね突き止めるときに、ある程度あの狭まったところにもうあの配列は全部分かってますから、どんな遺伝子があるかってのはすぐ分かります。まあ、ということで原因遺伝子の同定ということにですね、飛躍的にですねあの便利になったということです。まあまあ、ということで、まあ、いろんなあのメダカを使ったですね、突然変異体の研究も、非常に加速されたということですけれども、あの去年あ前回の講義で言いましたけど、基本的に分かってみあの調べてみると、やっぱり人と魚というのは遺伝子のレベルでも非常によく似ていたということがだんだん分かってきましたということですね。例えばですね、今日の本題ではありませんけれど、あるですねあの突然変異体の、スクリーニングをやっているときに、こんな変なですね、ミュータントを取れました。突然変異体を取りました。これはですね、そのお腹が膨れてですね、なんかふわふわ泳いでいる、突然変異体のメダカです。完全に遺伝します。でふわふわですね泳いでて、なんかあの孫悟空の雲のようだと誰かが言って、あの見つけた人がですね、あのキントーンという名付けた突然変異体です。これキントーンと書いてますよね。でこれお腹開けて見てみるとですね、腎臓がですねものすごく腫れてます。でこれと全く同じような症状を示すですね、実は人の病気っていうのが知られてて、これはですね非常に頻度高いです。800人から1000人に1人がですね将来かかるというですね、あの腎臓のですね多発性嚢胞腎という病気です。腎臓のですね腎細管がこんな膨れて機能しなくなる。でこうなってしまうとですね、もう透析しかないんですけれども、非常に頻度高いですね。
で、まあ、非常に大事な病気だ、重要な病気だということで、まあ、いろんな研究者がですね、研究してますけれども、先ほど言った、突然変異体からその中の原因遺伝子の一つがですね、まあ、分かりましたと。でさらにその遺伝子はですね、マウスもそれから単細胞もみんな持っている遺伝子でした、まあ、というような形でですね、ゲノムプロジェクトっていうのは突然変異体の研究、それからつまり原遺伝子の単理にですね、非常に役立っていると、まあ、いうことが、まあ、一つの例として挙げます。さて、ちょっと時間が経ってきましたからね、今日の本題の、動物の形作り、ということで、まあ、セット腹ができる仕組みっていうのをですね、今日お話ししようと思ってます。メダカを使ってですね。でこれは一般的なスライドです。動物の形セット腹ができる仕組み。で我々セット腹って、意識したことありますよね、当然ね。腹側だし背側だし、常に我々は、人に対しては、腹側を見てますけれども、で形もですね、結構違います。で実はこれから紹介するとよくわかると思うんですけど、腹と背ってですね、まず色素のパターンが違う。腹側って実はやや薄いんですね、基本的にはね。それから毛の生え方も違う。それからいろんなですね、その例えばこれ爬虫類ですけども、いろんなですね付属的なものがですね背中につけたりするのは、つけるのは全部背中ね。腹側はですね、実は非常にコンサバです。どの動物の腹側って白っぽくって、平べったいと、まあ、いうような形でですね、背と腹って結構明瞭にですね我々の体って区別されてます。特にその四つ足動物ですね。二足歩行になってからだんだんと我々っていうのは背と腹意識しなくなってるんですけどね。まあまあ、ということで背と腹ができる仕組みっていうのはですね、その、まあ、非常に大事です。でこれは例えばコミュニケーションを取るとき、とか、それから、異性を誘惑するとき、アトラクトするときなんか、みんなこういう背中にいろんな構造を作ってたりする。プラス、まあ、匂いですけどね。ですから、まあ、こういうですね、構造物っていうのは実は、生存のためにですね、まあ、子孫繁栄のために非常に大事です。だからうまく背を作ること、まあ、背と腹をしっかりと作ることっていうのはですね、我々動物の基本中の基本です。で発生学まあ、もちろんですね、この背と腹の出来方っていうのは昔からですね、いろんな人が研究してます。そもそもシュペーマンの研究、オーガナイズの研究とこれから出ますけど、あれは背と腹がどうやってできるかという、まあ、そういう、研究です。で受精卵がですねから始まって、発生をしてですね、途中の、こういった形ができます。でこれが、ここまでが肺です。で生まれてきて、でも生まれてきてから初めて実はこういった外側の表面のね背腹が分かってくる。で発生学はですね、実は盛んに対象としているのはこの辺なんですね。確かに受精卵というのは丸くてですね、背と腹が分かんない。そこから背と腹の違いが最初に出てきて、こちらが背ですよ。でこちらが腹、上が背腹ね、まあ、そういった背腹の一番最初の中の構造物も含めて背腹を作るっていう仕事はですね、実は発生学は非常に得意でですね、たくさんの仕事が存在します。たくさんの仕事が存在します。だけど実は、発生学が苦手なのは生まれてきた後の成長過程で、まあ、どんなですねことが行っているかっていうのは、起こっているかっていうのは実はほとんど手つかず。なぜかというと、まず時間がかかりますよね。発生というのは大体発生学というのは大体この辺までで大体済ましちゃうという話ですし、しかも、共通性の高いところを狙ってますので、みんな、この辺の仕事をしてます。でここから先の仕事っていうのは、まあ、時間もかかるし、そもそも突然変異体の変異体を取るのもですね、面倒くさいわけです。最初の異常を見るときに早い方が早い、楽でしょ。ずっと全部のたくさんの、子供を大人にするってのは大変ですよね。だから突然変異体はほとんどない、取られてない、だからこの辺は空白なんですね、全く。だけど、まあ、実はメダカにですね、非常に突然変異体があったって話をします。その前に、この受精卵から、最初の個体になるまでは実は結構いろんなことが分かってます。でシュペーマン・マンゴールドの実験、オーガナイズ実験というのは移植したところに、背中を作ったという仕事です。でオーガナイザーというのは背中を作る、誘導因子を出すという、まあ、そういう組織ですね。これだから初期の背腹というのは結構進んでますし、これに絡んでる、遺伝子、タンパク質、かなり分かってます。で、こういった通り、最初に大体の構造が決まった後で、成長する過程で背と腹のパターンが生まれる過程というのは結構不明です。
で、そこで登場するのはですね、メダカのミュータントです。これ DA というふうに、これから散々言います。DA と覚えておいてください。DA というミュータントです。で、これは我々がですね、苦労してスクリーニングして撮ったんじゃなくて、実は天然が作ってくれたんですね。後から言いますように、天然のミュータント、その辺にいたミュータントです。で、どんな表現器をしているかちょっと、説明しましょう。DA というのは実はダブルアナルフィンと言われている、ものに略です。で、この2つ、これは野生型で、これが、ミュータント、突然変異。ちょっと比べてください。何が違うでしょうか。そう、違うよね。これが尾びれと同じ形になっている。他に何か気づいたのある？こっち薄い？そう、まあ、特にね、ここね、これね、腹側の銀色の色素がね、ここにあるんで、背中にあるんで。それからね、体型がね、丸いでしょ、なんか。そのメダカっていうのはね、まあ、ゼブラもそうなんですけど、表層を泳ぐ魚です。で、まあ、落ちてきた昆虫とかこうパクパク食べてるんですけど、そうすると、まあ、背中がややフラットになって、それから背びれが小さくなるという傾向があるんですね。まあ、進化的に有利ですかね。そういう体型が違う。まあ、尻尾もですね、実はこれ、かなり違うんですね。これひし形です。もしかしたら時間があったらちょっとこれも触れることができるかもしれませんが、とするとこんな風な、なってるってことが、簡単に言うと言えます。実は、前から言ったように魚もしっかりと実は背と腹の違いがあって、背中が黒くて、ヒレがちっちゃいとね、メダカね。だけどこれ まさにですね、この背中の部分が完全に腹側化してるんです、という表現形です。で、これはですね、初期の発生、先ほど言ったようにシュペーマンが研究したあの時期はですね、全く正常。だから正常に背と腹ができてる。だけど、生まれてきたから変になると。ということは、しかもメンデルの法則に従って遺伝しますから、これセミドミナント、だから反優性かな。その、方式で、きっちりとメンデルの法則に乗って、遺伝しますので、一つの遺伝子の異常で起こっているということが、まあ、さらに分かります。で、これ実は背中が銀色なので光メダカっていうふうにも言われています。これ実は実験室で飼われてたのが、後からもちょっと出ますけど、どうも、市中に流れたらしくてですね、皆さんネットで買います。3,000円ぐらいするかもしれないね。でもまあ光目がな、上から見るとキラキラ光って見えるんで、今 の蛍光色素じゃないです。銀色色素が上から見てキラ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 してるので、光目だかって名前で売られてます。まあ、で結局、まあ、背に腹は変えられないと言いますけど、この魚、背が腹になってしまったと、まあ、いう魚で、昔から有名です。で、まあ、これをですね、この10年ぐらいですね、うちの研究室でずっと研究してます、ね、その話をしましょう。で、結局ですね、一つの遺伝子の変異でこんなにガラッとですね、形が変わると。しかも、まあ、生存に関係ないっていうところはちょっといいんですね。これ生存考えたら死んじゃうからね、ということです。で、この、原因遺伝子を探ってみました。先ほど、ゲノムプロジェクトでをしっかりやったおかげで、卒検生がですね、10ヶ月ぐらいで決めちゃったということで、卒検生というのは4年生のね、卒業実験で決められるぐらいになってます今。最初、リンケージグループというのは染色体の8番に落ちてあるということ で、さらによく調べてみると、染色体の中のある一つのところに、その全然違った遺伝子がポンと挿入、遺伝子断片が挿入されているということが分かりました。まあ、詳しくは言いません。で、この、挿入のおかげ、これトランスポゾンと言われるものがポンと飛び込んで、ある領域を壊しちゃうんですけど、この領域が実はそばにあるですね、転写因子 ZIC1、ZIC4 という転写因子の制御領域、転写因子自身は壊れてないんです、発現をコントロールするですね、領域に入り込んで、これ壊しちゃってるということが分かってきました。これ、ね、ちょっと難しいかもしれないね。で、転写因子って何かというとですね、前回も出てきました、転写因子はタンパクとして翻訳された後ですね、いろんなですね、遺伝子、他の遺伝子の上流制御領域にくっついて、転写をオンにしたりオフにしたりということを、まあ、やっているという、非常に重要なですね、働きを持っている、ものが
天使書の中にあります。で、軸はおそらくそのうちの一つだろうということですね。まあこういうことですね。で、木の形の発言に、この天使書が非常に効いているということが、まあ、想像されるわけです。で、ジック1、ジック4というところが、まあ、原因だろうと、まあ、思われてきて、まあ、どこに発現しているかね、遺伝子というのはですね、2万から3万ありますけど、選ばれて発現しないと機能してませんから、発生の過程や正常発生の過程や成長の過程で、このジックの遺伝子もどこかで発現している違い、つまり発現というのは遺伝子が選ばれ RNA になって RNA からタンパク質になってね。で、RNA はどこに存在するかというのを見てみると、肺の時から出てます。で、この遺伝子はですね、神経系で非常に重要な働きをしている遺伝子で、これこの頭とそれから脊髄で強く発現します。これに目がありますけど、で、実はこの遺伝子はもうすでに有名なのでノックアウトされています。ノックアウトマウスは作られています。で、ノックアウトマウスは神経系がろくにできませんので生まれた後ほとんど死んでしまいます。で、それで、あ、これをこの遺伝子は実は、神経系で大事な遺伝子ですねっていうことで一旦片付いてた遺伝子です。だけどよく見てみると、この体の部分、体です。これが体です。だから、肺の時っていうのは頭がでかいんですけどね。この体、ここから下のところの発現も実はこうあって、それを見てみると、これがその輪切りにしたこの辺輪切りにしたところですけども、このですね、塊の細胞の背中側だけにこう出てるという遺伝子が出てるのが分かりました。で、この塊、実は前回ですね説明した大切です。で、筋肉になる、節を作る筋肉になる組織の、背中側だけがですねに発現してるんですけれども、このミュータントではどうか、 DM ミュータントでは神経系の発現は OK です。このおかげでですね、この変異体は生き残ってます。これがここの発言がなかったらノックアウトマウスのように死んでしまいます。だけどこの領域、この変なですねトランスポゾンと言われている DNA 断片が挿入している、これ、まあ、飛び込んできたんですけども、この領域が実はこの大切の背中側の発言を制御する領域だったので、これが壊れてしまってて背中側の発言はありません。大切の背中側の発言が特異的に失われているという突然変異だったんですね。これラッキーです。普通はですね、ノックアウトするとですね、このノックアウトするとむしろこの遺伝子そのものをなくしますので、神経系がおかしくなって死んでしまうんですけど、これは神経系が生き残っているおかげで、神経系の発言が生き残っているおかげで、この体幹部、体での軸の発言が見えてきたという、まあ、いうようなラッキーな、ね、突然変異体でした。で、まあ、これだけの情報からもですね、体の形とかそれから色とか、そのヒレの形を変えるのは実は大切という中の組織の仕事であろうということは示唆されますよね。この発言がなくなればガラッと、この背中半分が、腹側になっちゃいますからね、まあ、そういうことが分かってくるでしょ、背中も含めてね。で、まあ表現系をよく観察して遺伝子が分かると、それから発言が分かるとすぐにまあここまで理解が進むわけです。魚の体っていうのは背中側と腹側が、分かれてて、背中側の特に大切で発言するこういった転写因子がこの背中側、外側も含めて背中側全体のですね、形作りに寄与するということが、まあ、これで突然変異体の解析ですぐまあ分かってくるわけですね。で、じゃあ実際これ確かめるのどうしたらいいか、ちょっと実験の話をしたいと思ってですね、実験のスライドを持ってきました。それはですね、こういう実験をするんですね。あの大切をですね移植しちゃおうと。つまりこれですよ、こういったことが分かって、で突然変異体の大切は軸の発言がないから、これまっさらな大切になっていて、外側もおかしくなっていると、まあ、推察されるわけ、表現系の解析がね推察するんですけども、でも実験的に確かめるには、例えば、この野生型のちゃんとした大切を、こちら側の変異体に移植したら表面の形や色や表面の形が変わるだろうということを確かめると確定だよね。そういう実験はですね、発生学をよくやります。
で、この大雪を、標識するんですけども、標識された野生型、ワイルドタイプで野生型、野生型から突然変異体の肺の一部の大雪を除いて、この大雪を入れると、実はヒレの形が元に戻って、それから色素のパターンが実は元に戻るということが分かりました。ちょっと見にくいね。でね、詳しいことは言いませんけれども、実際にどんなふうに、体制移植するかっていうですね、ムービーを持ってきました。臨場感あると思います。ちょっと見てください。2回ぐらい流します。これ、はい。ここのね、体節を除いて、でこれ野生型の体節が入っていると、まあ、こういう実験をですね、我々はしょっちゅうやってます。だいたい 1.5 ミリぐらいですね、あの肺の長さで、これ細いタングステンの針で切って、スポイトで中から組織を引き抜いて、そしてこれ色ついてるよね、ちょっとね、これ標識されてるんですか、中に入れると、そして、おまじないをするとですね、傷が治るということです。それで大事に飼うとね、これでもね、別に特に器用じゃない人も2週間ぐらい練習すると誰でもできますね。まあ、という実験ですけれども、まあ、学生がよくやってくれますね。だからそうすると体に生着して、この部分だけが実はさっき言った移植された組織になる、ね、しかも均衡系ですから、免疫のリジェクションありません。だからすごく便利です、ね。でそうするとヒレの形が変わったり、色の形が変わったり、パターンが変わったりということで、やっぱり確かにですね、中から外にこういろんなシグナルが通って、体全体の、模様や、それからヒレの形が中の体節によって制御されているということが分かります。だから大切なのはこの前出てきたからきっとよく分かってますけれど、不思議な構造を作るだけじゃなくて、実は体のですね、全体をの、パターンを決めている内部の大事な組織であるということは、まあこれからも分かります。しかも面白いことに、ジックの一つの遺伝子でこんなに体の形が変わってしまう、色まで含めて変わってしまうとかね。で生存には全く異常ありません。初期のセハラのパターンは全く変わりませんからね。内臓は全く正常ですからね。まあ、でさらにですね、この、ジックの発現を今度は、GFP テクノロジー、蛍光タンパク質のテクノロジーを利用して、内在性のジックの発現を、可視化しようということをやりました。これトランスジェニックという遺伝子を外から入れるんですけども、そういう技術を使って、ジックの発現、このさっきは RNA の発現が、青く見えましたけど、それを蛍光色素で置き換えて、ずっと発現を観察しようということをします。まあ、そうすると、例えばこれ、ラーバですね、フライラーバです、10日ぐらい経っているものですかね、背中側だけですね、こういうふうにきれいに、ジックの発現が色で見えます、蛍光色素、ね、で魚は透明ですから、ずっとですね、この発現一生終えます。これはまだラーバです。ラーバだから透明だからよく見えますね。でも大人でもですね、メダカはさらにいいのね、大人が透明なんです。ヒメダカ使ってますからね。そうするとですね、大人でも綺麗に背中だけに出てて、輪切りにしてみると、背中のですね、ちょうどど真ん中にこの発現の境界があって、背中全体がですね、この遺伝子発現してます。で、マウスでも確かめてます。で、我々の体はですね、実は背中側と腹側でモジュールになってる。まあ、今日の、キーワードです。モジュールになってる。はっきりとですね、違った性質を持ったものがですね、合わさってると。しかも境界もきれいになってる。しかもそれ一生続きます。この辺にきれいな境界がありますよね。明瞭な発現境界、私たちの体ってのは背と腹のモジュールになってます。これからも分かりますよね。遺伝子発現だけで分かります。遺伝子発現だから見えませんけれど、だから我々の体この辺にですね、ジック発現の境界が一生、生まれてから死ぬまで、ジックの発現の境界があります。まあ、そういったですね、形で仕切られているということも分かってきました。これは模式的に書くとこんな感じです。で、最初の時期にこのように大切の領域の背と腹が違いが出てきて、それが一生続くような形で私たちの体の背が腹側を制御しているんだと、
まあ、いうことで、脊椎動物の体っていうのは実は見えない背と腹の境界に分かれていると、まあ、いうことが、まあ、こういうことから分かります。あのマウスの、あのも同じです。で、これまでの、仕事事実をまとめてみますと、初期に背と腹の、決まり方が一つあります。メカニズムあるメカニズムで決まります。さっき言ったオーガナイザーの働きね。その初期に決まった背と腹の情報が最後に大切の背側と腹側の筋肉、背側と腹側の神秘も作りますから、そういった神秘の情報として受け継がれます。だから背と腹の情報が、これはグラジエントの情報だったのが実はデジタル化されてですね、この背と腹オンオフの形で実は途中から引き継がれます。でこのオンオフの形が、まあ、一生ですね我々の背と腹のパターンを決めているというふうなことが分かってまいりました。で、何回も強調しますけれど、実は、我々の体っていうのは背と腹のモジュール性を持っていると、モジュールっていうのは要するに独立した単位、ね、ある、中に一つ ある大きな括りで言えば一つの個体の中に一つの集団の中に入ってますけども、それぞれの要素が、セミインディペンデント、ね、完全な独立だったら、まあ、個体としてバラバラになりますけど、お互いに、最終的には、一つのインテグリティとして その個体を作るんですけれども、実はその中の要素としては結構独立して存在すると、まあ、そういうのをまあモジュールっていうね。だからもちろんいろんな分野でそういう言葉を使っていると思いますけど、それぞれのモジュールだけどつながっていますから、セミインディペンデントな一つの単位という形のモジュールでできているということが分かります。でこのモジュールですね、すごく実は発生だけじゃなくてですね、進化でも含めてですね、非常に大事な性質だということがよく言われます。その例を一つ出しますね。で、全然違った、昆虫の話をちょっとだけします。これ知ってますか。これツノゼミって言われてるですね、熱帯に、いるですね昆虫の仲間です。これツノゼミっていうのは、例えば、これこうなんか扇のようなものを持ってますね。なんかみんなですねバラバラのですね、全くですね違った形をしてるんですね、それぞれ。でもこれ遺伝的に見るとですね、非常に近いですねツノゼミ科って言われてるですね仲間です。遺伝子のレベルっていうとですね、本当にほとんど違わないのに、なんでこんなにバラエティを持ってるんだっていうのがですね、昔からですね分類学者、形態学者のですねロングスタンディングクエスチョンだったんですね。でだんだんとですね、発生学の目でですねこういうのを調べていくと分かってきたことは、こういった変わったこの形ね、すべて実は昆虫というのは胸部は、ね、3つの節になっているんですが、3つの節の前側の背中側だけからすべて発生すると。でこれはこの場所がモジュールになっていて、いろんなバラエティを獲得することができるように、まあ、進化的に変化したんだけど、他の場所は全くそれに追随しないでちゃんと発生すると、ね、だからモジュール性っていうのはだから、バラエティを作るって非常に大事なことなんだから、他の場所が正常に発生してくれれば、ここで少々遊びができてもですね、個体全体のインテグリティとしては変わらないんですね。で発生もそうです。一部がおかしくなっても、他のところがみんなコンペンセートするっていう、その堅牢性って話をこの前しましたけど、全く同じで、この場所がですねモジュールの一つがおかしくなってもですね、実は個体のインテグリティは変わらなければ、生存できるというですね。だからモジュール性っていうのはですね、多様性を作るときには必須のものだし、我々がロバストに発生するときに非常に大事な性質です。お互いが関係してるんだけどセミインディペンデントな発生をすると。でこれこの場所です。この場所からすべてこういった、ツノゼミの多様な形態が生まれます。だここが、まあ、まだ原因分かりませんよ。ここが何らかのバラエティを生み出すような性格を獲得してしまったモジュールだったと、まあ、いうことですよね。だから昆虫の世界っていうのはものすごいいろんな形をしてますけど、実はね分解していくと、ある場所が非常にバラエティを飛んでるっていうところが見つかるんですね、まあ、それで、いろんな形をしているように見えると。これをですから発生とか進化形態のモジュール性というふうに言います、ね、今日のキーワードです、はい。でそういう形で見てみると、
魚も非常に、いろんなバラエティを持ってますけど、実は結構簡単なメカニズムじゃないかなということをこれからちょっと言いますけれども、これ、図鑑から取ってきました。図鑑から取ってきました。表層を泳ぐフグのようなもの、それから中層をですね、勢いを泳ぐですね、カツオのようなもの、それから、低層に住むですね、アンコウのようなもの、まあ、魚というのはですね、その、脊椎動物の中で最もですね、成功した、あのグループと言われているだけに、いろんなですね、環境に合わせて、このような形をとりますが、実は、結構同じ似てるような種でもですね、本当にガラッと形が変わるのがたくさんあります。でここにですね、その生息域とちょっと体型 を取り出してみますと、メダカのようなですね、表層魚というのは、背中が小さくて、あ、背びれが小さくて、背中側がややあの平べったくなってますけれど、で中層魚と言われているあのさっき言ったカツオマグラ型ですけど、魚っていうのはあの涙型の形をして、背びれも大きくなっている。まあ、あの、コリドラス、ナマズのようなものは真逆になっていると、まあ、いうようなことですけども、さっきのですね、ジックのミュータント、DA の表現形、これじゃありませんか。一つの遺伝子の変異で、実は、体型が涙型になって、しかもヒレも背びれも大きくなって、これ中層魚の形に一つの遺伝子の変異、ね、で、大きく変わるんです。だからまあこういうことがですね、実は魚 の体型を作るのに起こってるんじゃないかなと想像できますよね。ジックの遺伝子で、ジックの遺伝子っていうのはですね、他の魚でどういうふうに関わってるのかなっていうのが、まあ、次の我々の興味でした。今メダカの話で、メダカのジックは魚の体型にかなり変わって、あの背腹を決めるもので、関わっていて、体 の異常が、この遺伝子の異常で起こるということですけども、で他の魚を調べてみました。で、実は見つけたのがですね、ベタの種類です。あのメダカ、モデル動物ですから実験室の中でこうよく買いますよね。で次に、当然実験材料としていいのは、趣味としてまたは家畜として飼われている動物です。で魚でしたら、まずですね、熱帯魚を含めて金魚を含めてざーっと調べてみると、実は面白い、魚がいるってことに気づいて、それが、まあ、ベタです。ベタというのはですね、原産はタイです。これはもうどの熱帯魚さんでも売ってるぐらいポピュラーで、これ喧嘩早い魚で、普通は1匹で飼っていて、でタイではですね、あのファイティングフィッシュというゲームがあって、2匹のベタを入れてですね、こう戦わせるっていうですね、どっちが強いかって決めるっていうゲームがありますけれども、趣味ですけどね。でそれだけにですね、いろんなですね、ベタが、いろんな人の手によって開発されていると。その中でですね、まあ、様々な品種があるというのは面白いんです。で、この中にですね、ダブルテールというですね、魚が我々の目に留まりました。で、この魚よく見てみると、これがまあ一応原産の、オリジナルの種とすると、背びれがですね、こんなでかくなる。それから尻尾がですね、2つになるんですけど、まあ、よく見るとひし形のようになっていて、DA にそっくりだろうと。でこれ骨格標本を見るとまさに DA と全く同じような変異が見つかりました。で、ダブルテールはですね、品種改良の過程でジック遺伝子の発現の喪失によって生まれた種ではないかと、まあまあ、直感的にそう思ったわけです。で、まあ、そこで、熱帯魚さんに頼み込んでですね、卵を産むですね、ブリーダーにあるで飼われていて卵を産むこの2つの種類を買ってきました。あの研究費で買ってきました、熱帯魚ね。で卵を産ませてですね、さっきのジックの発現を調べてみると、正常ではですね、この背中側にこう発現あるでしょ、体幹部の。ダブルテールですね、この遺伝子のジックの遺伝子の発現ありません。でだから、まあ、自然界ではないけれども、この2つのですね、魚の間の体型やそれから、このヒレの形の変異も実はジック遺伝子というですね、が役割を持っているということが、まあ、こういう実験で分かってきました。でさらにですね、我々はジックっていうのは結構量的に、この魚のヒレとかの形を作用してるんじゃないかなと思ってですね、例えば野生型が、このような形のヒレで、
実句の発言が何もなくなる、全くなくなると、腹しりびれと同じような形の大きなヒレになりますよね。で、実はちょうど中間のですね、ヒレの形というのは実句の一つをですね、遺伝子操作で発現させるだけで作られます。だから、これが全くない実句の発言が全くない表現形で、実句の発言が一つだけ、二つあるんですけどね、一つだけ加えると、中間的なですね、ヒレにの魚が生まれてくるんですね。で、もう一つ実句を加えてみるとどうなると思いますか？だんだんと小さくなるでしょ、こうヒレが。もう実句の過剰発言を体全体でやってみるとヒレがなくなるんですね。だからやっぱりこういった遺伝子の働きで、ね、ヒレの形なんかがどんどん変わっていく。だからこれがいわゆるですね、我々の体のバラエティで、だけど生殖能力とか、それから、基本的な内臓の配置なんかはですね、全く変わらない。だからもう完全モジュールになってるわけですからね、変わらないと、まあ、いうようなことで、バラエティを作ってると。で、今興味あるのは実は卵中ですね。でも金魚っていうのは4倍体なので非常に遺伝学が難しいということでちょっと今苦労してます。で、もともと卵中のオリジンはこういった野生型ですよね。だからここからこっちにですね、まあ、中国での品種改良の中でですね、どんな風になってるのかっていうのは実はちょっとたどりたいなと思ってるんです。これ結構でもロングウェイです、なかなか一筋縄ではいきません。実句の遺伝子かなと思ってるけど、まあ、違う可能性もあります。まあ、ということで、まあ、体をの形をですね、まあ、決める、メカニズムっていうのは実は意外とですね、簡単ではないかと。で、キーワードとしてはですね、いろんな部分がですね、モジュール化されていて、変わってもですね、生存には影響しないと。まあ、生存に影響しないけど生存しやすさしにくさが出てきますから、まあ、そういった形で、フィットするわけですね、環境に。でうまくフィットしたらそのまま、自然淘汰の、まあ、自然淘汰がかかって、種として独立していくだろうと。で、種として独立したらその中だけの交配にうまく、持ち込めたら、だんだんとその種として分化していくと。ちょうど今その北日本と南日本のメダカが、地理的に分かれていて、遺伝子の変異が溜まっている最中です、ね、そういったことが実はこういった形の変化によって交配の範囲が限られたら、その中で実は種として徐々に固定していく。突然変異は常に入ってますからね。まあ、そういう形で種というのはどんどんできていく。出発点って意外と実はですね、一つの遺伝子がちょっと変わっただけというようなことが起こってくるだろうと、まあ、いう思ってます。はい、それで、一つのですね、まあ、変異体から明らかになったことっていうのはちょっとまとめて言うと、まあ、この野生型があって、それから、この DNA の変異体があるということですよね。で、まあ、こういった変異体が、こういった変異体が実は天然に存在していて、で我々はそれを解析して分かってきたことは、一つは、まあ、背と腹の、より遅い時期での生理機構の、まあ、一端が、まあ、見えてきましたよと。それから、よく見てみると背と腹の発現の境界が非常にきっちり見えてくるので、まあ、ここから、今日の、主題である体のモジュラー的構造というのが、まあ、見えてきましたということですよね。それから、今日は話しませんでしたけども、実は一生ですね、ある領域で発現し続けるっていうのは実は意外と難しい、遺伝子がね。で、発生の初期でですね、起こることっていうのは、例えばあるところから誘導シグナルが出て、ある組織がその誘導シグナルを受けて遺伝子の発現をオンにするという、ね、ことがよく起こります。まさに、例えばシュペーマンのオーガナイザーを卵に入れれば、卵からオーガナイザーファクターという分泌タンパクがにじみ出て、近いところは筋肉、遠いところは腹の腹筋というものを作ります。それは濃度依存的に、実はいろんな組織をこう誘導するんですね。それが発生の初期の現象です。だけど考えてみてください。例えば、まあ、人はそんなに、大きなサイズの違いはありませんけど、例えばメダカだって1ミリぐらいの卵から何センチと言われている体に急激に大きくなりますよね。その過程でその誘導する組織と誘導される組織の位置関係というのはですね、保ちきれない。
だから途中でですね、一生発言を続くメカニズムがガラッと変わるっていうことが実は分かってきて、これは実は非常に今流行っているエピジェネティックメカニズムって言われているもんで、ちょっと難しいかな。エピジェネティックっていうのは遺伝子の中に修飾をつけると。DNA と直接修飾をつけて、ずっと発言をオンにする、ずっと発言をオフにするっていうですね、ことを実はやってるってことが、この研究で、このメダカの変異体の研究から分かってきて、今実は私の研究室のメインテーマの一つです。発生の過程で DNA の配列を変えない状態で化学修飾することによって、実は発現の長期間のオンを維持するというような仕事になっています。それから実はこのオの形、ちょっと途中で示しませんでしたけど、実は非常にこの尾の形も興味あります。こうなってますね。でちょっと時間あるのでこの尾の話をしましょう。この尾の形、面白いんですよ。あともう一つトランスポーズの話もちょっと後から戻りましょう。この尾ひれって、意識したことありますかね。我々はまあ尻尾がないから、まあね、あまり気にしませんけれど、例えば我々の近くの、哺乳類なんかもですね、まあ、尻尾があるものは尻尾がこうそのまま尾骨からずっと伸びてますよ ね、まあ、人間でも人によっては、何対か余計に尾骨を持ってる人もいますけどね、まあ、それはそれとして、それはこの前 の体節形成の分節統計がより一回りか二回り、多く回った人がバラエティの中にいますけどね、これが回り続けるとこういうふうに尻尾ができてきます。尻尾はですねストレートです。脊椎骨に向かってずっとそのままストレートに伸びてますけど、実はこの魚のグループがですね、特に甲骨魚類のグループが極めて特殊な尻尾の形をしています。今度魚1匹をもらって食べるときに見てください。見てください。これはですね、尻尾がですね、一番先端がですねキュッと上に曲がってるんです。これはですね、その甲骨魚類って言われてる、ね、大体僕らが見る魚って甲骨魚類ね。でそれからサメは軟骨魚類、まあ、だから普通大体食べるのは甲骨魚類ですけど、甲骨魚類の尻尾の特徴で、これ映画で書いてあるか、まあ、このホモサーカルフィンという、まあ、そういう名前をついているフィンです。でこれはなぜ、これはですね、なぜっていうか、これは非常にですね泳ぎに適していると言われています。尻尾、尾ひれっていうのはみんなですね、みんな これもそうですけども、細いですね、柔らかい、軟骨性の、柔らかいですね、鰭条と言われて筋が入ってるの分かるでしょ。その間に薄い膜が通ってるね。で水をですね効率よく掴むためには、この鰭条を上から支えた方がいいというのはですね、バイオメカニックスの分野でもよく分かってます。真ん中にですね硬い組織が1本通っちゃうと、実は捉える面が小さくなる。だから甲骨魚類っていうのはですね、魚の中で最も成功した、水の中で成功したグループで、こういった尾ひれの構造が、ちょうどだから扇子の上を持って柔らかいところで粘性の高い水をしっかりと掴むということで、非常に速いまたはナイーブな動きがですね実現できるっていうのは、というふうにされていて、それはこの上に曲がって下に柔らかい、骨を下に作るというこの構造であるというふうに言われています。これゆえに、最も、水の中で繁栄し、まっすぐの尻尾しか持たなかった生き物はですね、仕方なくだんだん追いやられてですね地上に上がったというふうに言っても過言ではないです。まあ、その祖先が我々の、元になりますけどね。で我々だから尻尾はまっすぐです。でこのですね、尻尾の形をメダカはしています。だけど DNA のミュータントこれまっすぐなんですよね。これ要するにシーラカンスの形とそっくりだし、古代魚にそっくりだし、我々の祖先のアンヒビアでもそっくり。だから実はこのジクト遺伝子、もう一つですね、体の形じゃなくてですね、甲骨魚類だし尾びれのイノベーション、尾びれのイノベーションにですね非常に重要な役割をしてたということが分かりました。こういったミュータントを調べて初めて分かった。でこの遺伝子発現がな、実はこの近くでやっていて、発現がなくなると、こっちになります。でこっちはだから鰭条が上下に分かれているために、泳ぎが苦手です。
まあ、DA 見てると別に普通に泳いでますけどね。でだけど、まあ、非常に苦手だと今言われてます。だからこの辺の古代魚はまっすぐになっていて、でシーラカンスはまっすぐになっていて、泳ぎが苦手で、海を追い出されたと、まあ、いうことですね、我々の祖先は。まあ、そういうことがですね、実は、この尾ひれの進化のメカニズムもこの DA というミュータントから、よく分かってきましたということですね。でさらに、この DA の発現をおかしくしたです、実の発現をおかしくした、この DA のトランスポゾンというのがですね、実は全く新しいトランスポゾンであるということが分かって、ということで、実はこれ外来遺伝子とですね、研究でもですね、実は、結構、我々は注目してますね。まあ、というようなことが分かってきました。はい、で、もうほとんど最後になりますけれども、このですね、ミュータントって、田んぼから取れてきたっていうんですけども、これ由来をたどっていくと、一人の研究者がですね、1960年代にですね、田んぼに網を持って最初に出かけていった時にたまたま見つけたと、これね、背中が銀色ですから光見えなかったと言われてるんですけども、たまたま見つけて、採取して実験室の中に持ち込んだと。もしそれがなかったら、まあ、その後きっと捕食者に食べられてるでしょう、ね、なんだ、ヒメダカとか白メダカと同じようによく目立ちますから、ね、だけど、まあ、運よくですね、この富田先生っていうですね、まあ、メダカのもう最収集家と言ってもいいんですけど、名古屋大学の最後は教授になられましたけど、富田先生がですね、このミュータントを取って長い間ですね、実は実験室の中で、その時はですね、簡単な記載で終わってるんですけども、ミュータントをですね、取っていたおかげで、まあ、結構いろんなことがですね、まあ、ゲノムの解析をすることによって分かってくるという。だからこれもですね、何に役に立つか分かんないものだけど、実はちゃんと後でですね、いろんな理解に役立つという例です。まあ、そうしてみると、実は突然変異体の、コレクションっていうのは、まあ、宝の山ですよね。メダカなんていうのはですね、愛好家たくさんいます。熱帯魚もたくさんいますよね、まあ、グッピーだったくさんいます。で、飼ってるうちにですね、必ずですね、ミュータントが出てきます。でそういうのをですね、集めてこうネットでですね、こう出してる人もたくさんいまして、僕らは時々見てます、ね、面白いミュータントがあったらですね、コンタクトしてですね、もらったりします。今は必ず遺伝すれば、ちゃんとした方式で遺伝すると、難しい遺伝はちょっと難しいですよ、複雑な遺伝になってくるとなかなか遺伝解析難しいんですけど、単純なですね、メンデルの法則に従って遺伝すれば、まあ、1年ぐらいのうちにですね、遺伝子を決めてあげましょうと。そうすると表現系と遺伝子の機能が結びつきますので、場合によってはですね、新たな分野が出てくると、まあ、いうことになりますから、僕らは結構こういうものをですね、興味深く見てますし、君たちもなんかですね、面白いミュータントがあって遺伝するんでしたら、私たちに言っていただければですね、メダカかゼブラだったら、遺伝子を決めてあげましょう、ね、というようなことになります、ね、でそれから、まあ、例えば今解析中なのは、この中でですね、このランチュウメダカというメダカがいて、これ背びれがないんですよね。これはですね、まあ、ジックジンが原因遺伝子はありませんでした、調べたら。でもただ要するにその周りの関連するですね、メカニズムがおかしくなっているということで、この遺伝、このミュータントをですね、買ってきまして、今原因遺伝子のマッピングをやっていると、まあ、いうところですね。それから先ほど言った光メダカもですね、皆さん買えます。この背中がこう銀色になっていて、光メダカのバックグラウンドにヒメダカの遺伝子を入れたりとか、いろいろと愛好家は工夫してですね、いろんな色のついた光メダカを作ってますけど、最初ですね、この DA と言われているものの原遺伝子をですね、探るときに、我々もですね、売られている光メダカを買ってきました。で実は違った原因で同じ表現系が起こるっていうことも結構研究としては大事なので、きっと違ったところで起こった突然変異体だろうと思って、表現系は同じだけどねと期待して、我々の持っているその名古屋大学由来の、DA という表現系と、それから市中に出回っている光メダカ、ね、表現系がよく似てるので、原因が違ったら面白いなと思って調べてみたり、でゲノム解析しました。ただですね、全く同じです。だから、まあ、そんなことはありえないので、それがインディペンデントにね、
世の中で起こること、ただ遺伝子を挿入されても1塩基も違わないで同じだったので、まあそういうことはですね、自然界では絶対二度と起こらないということは明らかなので、誰かが名古屋大学から持ち出して、ネット屋さんに売ったんでしょう。売ったのかただであげたのか知りませんけど、まあ、それがそういうことが明らかになります。だからこいつらは我々が今ゲノム解析している、DNA の、子孫というか友達です。全く同じです、ということも分かりましたというところで、まあ、ただ我々はこういう感じでですね、自然界でいろんな形作りに興味を持っているラボとして、常にですね、その突然変異体とか自然界で起こるものがですね、非常に大事ですから、それを捉えてですね、今仕事をしています。それと同時に最近はですね、小型魚類も任意にマウスと同じように遺伝子を潰す機能を落とすこともできました、できるようになりました。だからそういったノックアウトの技術と、それからこういった自然の宝庫、ね、自然から取れる突然変異体を、まあ、組み合わせながら、まあ、形作りの、まあ、研究を行っているということですね。はい、じゃあ、私の紹介は以上で、まあ、これ2011年ちょっと古いですけれども、ちょうどこのぐらいにやった時の仕事ですので、まあ、こういう方たちが、実際に今紹介した研究をやってくれたと、まあ、スタッフと助教の人と、スタッフとそれから大学院生、まあまあ、そういう人たちの研究成果を、まあ、なるべく分かりやすく、まとめましたということです。まだ、終わりまで15分ぐらいありますので、質問があればお願いします。先週の分子時計などの話についてなんですけど、はいはい、心臓の拍動とかそういうのも心筋細胞がその同期して起こりますよね。そういうのにもその、まあ、結合振動系みたいな、はい、似たような、はい、もちろん登場する分子は違いますけどね、はい、働いています。はい、そういうそのタンパク質のその発現とかそういうことが関係しているってことですか？心臓拍動早いですよね、はい、ですから、むしろそのなんていうかチャンネルとかイオン の流れというような形をパラメータとするようなカップルドオシレーターが働いていると。ああ、だから結合振動系というのは要するにお互い影響を及ぼしながら同期するというシステムなので、はい、そこで登場するのが電流でも、それから分子の動きでも、タンパク質の働きでも発現でも、いろんなレベルがありますよね、はい、だからでもまあその中でもそういった意味での結合振動系は動いてる、働いてると言われています。はい、分かりました、ありがとうございます。ちょっと私の方からお願いします。先週のお話では、まあ、分節を作る仕組みについてのお話で、今日のお話でいくと、その分節を作るということはつまりそのモジュールを作っていくっていう過程だということで、まあ、お話がつながったと思うんですけれども、はい、で今日のまあ DA 変異体ではその体節のうちの背中側にだけ発現する遺伝子っていう形、はいはい、でその区分けがまあしっかりあるということでしたが、体節を作る、分節を作る過程ではその境目は見えないっていうことなんですね。全くないです。作られるときはですから、背と腹は全く関係ないです。だからあれを取り出してね、ひっくり返して上戻しても全然平気です。で背腹が決まるのはその後で決まるんです。まあ、そういう仕組みですね。でそれがだからその決まるやり方が体の中の背と腹という一番最初に決まった軸の情報で後からこう埋められると、まあ、そういう形ですね。最初は非常にプラスティシティがあります。途中で取ってひっくり返して入れても全く正常になります。途中でただひっくり返すと背腹がおかしくなるっていう時期があって、だから最初は柔軟性があって、そしてそれが、一生続くような固定するような性質になっていくという、徐々に変わっていきます、発生の過程で。蛍光タンパク質をつけて発現してるか見るときに、はいはい、すごい境界がはっきりしてたじゃないですか、はいはい、でなんか濃度勾配だったらもうちょっとぼやけるかなと思うんですけど、はいはい、なんであんなにはっきりと、はい、でそれもですね、まあ、生物非常に面白いところです。まあ、すごくそれいい質問で、実は研究対象にしています。まあ、ここでもいいんですけども、実はですね、ここに境界の細胞を別に作るんですね。で最初ね、今日はスライド持ってきませんでしたけど、一つのこの塊の組織の中に
ぼんやりとしたですね、その境界ができるというのは最初です。発生がだんだん進むとですね、この境界が境界のところに境界を分けるような特殊な細胞を生み出します。でそれで、その細胞が、あるところのところでこのような切れ目ができて、それが、そのままセハラの境界としてずっと続くということで、最初は実はですね、この中出入りが結構あります。で最初はぼやっとした境界で、それから、ロバストな境界に、どっかで変わるということをしています。で結局もう一つね、でここグラージェントの情報なのになんでここでオンオフになるかっていうのは、やっぱりちゃんとしたその発言のそのスレッショルドっていうのかな、行き違って、そのある一定のところ以上は多かなり多くても少なくても同じ量の遺伝子がオンになるっていうメカニズムがあります。ですから、グラージェントなんだけど、ここで、デジタルにオンオフが決まり、それを維持するためにこの境界に特殊なメカニズムを、特殊な細胞を生み出すというメカニズムが働いて、境界が確定するというような形で進んでいます。ありがとうございます。じゃあもう一個質問ですけ ど、はい、オンとオフを明確に分けるメリットっていうのは、なんかその勾配の場合とオンとオフが明確に分かれている2パターンのメリットとかデメリットとかって、はいはい、それはですね、まあ、一つはグラージェントに分かるといろんなところで少しずつこう、組織の別な組織を作っていくのはグラージェントのいいところです。で、実は、体の、この生態を全体が見るとですね、実は、もうちょっと大きなモジュールで、大きなモジュールでセハラを決めるっていうことがあって、さらにもうその中の小さなモジュールで、というふうにモジュールの階層性があるんですね。階層性があるんです。でその中でその階層性全体をシェアするときに、広い範囲でまず大きなものを作って、さらに細かくしていくというようなことを実は生物でやっていて、で大きな範囲で、まず決めるときっていうのはオンオフのモジュール、境界を使うと。で実はこの中ではですね、実はいろんなグラージェントが存在していて、さらに小さなモジュールができているという形で、ここで見ているのはたまたまですね、大きな文字を作るときに見えたので、体全体のオンオフが見えてきているという形です。ありがとうございました。講義の最初の方にその、突然変異で腎臓の脳腫のことも分かったっていう話があったかと思うんですが、こういう研究をしていて、全然一見関係なさそうな分野のこともののヒントが得られるっていうことはよくあることなんでしょうか。非常に、だからそれだからまあ面白いんですね。まずそれがないとですね、役に立たないと言われながら最後も役に立たないわけですけども、実は役に立たないことはないんですね。必ずどっかでつながって、まあ、役に立つという、まあ、この一つ例をちょっと、まあ、時間ありますので説明しますと、これは、こういった変な欠体の生き物が生まれるなっていうミュータントから始まって、まあ、中を見たらですね、実は、まあ、腎臓の病気であるということが分かったんですね。でそれでもちろんゲノム情報がありますから、この原因遺伝子がパッと分かってきます。そうするとですね、この遺伝子っていうのは単細胞の動物から人まで全部同じようなものを持っている、同じく持っている非常に、保存性の高い遺伝子だということが分かって、そしてその後ですね、私たちがやったことは実はこの遺伝子の情報をお医者さんにあげたんですね。お医者さんにあげて、あなたのところに、来ている病気の人、その腎臓病になっている人の、ね、遺伝子を、この遺伝子の異常を調べてくださいって言ったらですね、実は、ある、ファミリーが目高で取った遺伝子の、ある家系がね、ある人の家系が目高で取っている遺伝子のと全く同じ遺伝子が異常になって脳保持になっていたってことが分かりました。さらに、今度はその機能を調べるときには実は単細胞を使った方が良かったので、実は単細胞のクラミドモダスを使ってこの遺伝子の機能を探りました、ということで、ですから、非常に基礎的なところから病気のところまで、実はミュータントの一つの原因遺伝子からパッとつながるっていうことがですね、今回これあったんですが、これがよくあります。で大事な遺伝子であればあるほど必ず人には病気があります。必ずあります。
で、まあ、それはですからすでに調べられている時もあるし、全くこのような未知の時もありますけれども、基本的にはですね、脊椎動物の中のメカニズム、それから生物全体のメカニズムを多くの場合共有しているので、基礎的な仕事は必ず人の理解にもつながるし、生物全体にもつながるということは、まあ、自信を持って言えると思います。ありがとうございます。2週間にわたってその、まあ、魚類、小型の魚類を、まあ、モデル生物として使ったお話をメインに、まあ、それでもその魚のことが分かるだけではなくって、まあ、生物全体の体がどう作られていくかっていう仕組みに通じることが、まあ、分かるんだっていうお話をしていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。